お疲れ様です。令和の米騒動と言われて久しいわけですけども、そうですね、ここ1ヶ月ぐらいスーパーの店頭やお米屋さんにも米が並びにくいということがありますし、レトルトとかパックのお米もね、今引っ張りだこみたいです。で、品薄になってるみたいですから、お米ってのは特に特売をかけなくてもどんどん売れていくと。通常の価格の倍の価格をつけてもね、その日のうちに100袋200袋なくなっていくという状態らしいです。いや、私はね、マスメディアのあり方とそれを扱う私たち国民の意識っていうのはやっぱり変わってないなと思うんですよ。例えば昭和47年にオイルショックっていうのがありましてね、で、オイルショックのことを例えばテレビなどで思い出すときに、トイレットペーパーとかね、ティッシュペーパーをスーパーでひっつかんでいく主婦がカゴの中にそれを放り込んでいく、そんな映像を見るんですよ。そうするとね、なんとなく、ああ昔の人はバカだったなと。こんなティッシュをそこまでね、トイレットペーパーを急いで買いに行かなくたって大丈夫なのにみたいに思っちゃうわけですよ。で、今はそんなことないよねっていうふうに見てるはずなんですよ。でも何も変わってないです。例えば私が大学生でスーパーでアルバイトをしていたんですけども、やっぱりね、米騒動って当時もあったんですよ。で、闇米っていうのも流通していたみたいです。どういうことかっていうと、お米が不作でお米がないぞっていうふうにテレビやなんかでね、放送すると、それやばいぞってことでお米を買いに走る消費者が多かったわけなんですよね。で、私がバイトしていたスーパーにも、もち米以外はね、空っぽになっていたっていう現象がありました。で、お米がそうやってスーパーで買えないもんですから、米農家さんに直接ね、買い付けに行く消費者の方がいらっしゃって、その時に10キロが2万円という価格まで上がっていたんですよね。つまり、闇米ってやつです。しかし、実際にお米がないかっていうと、そんなことはなくて、すぐにお米の供給ってのは回復したんですよね。でもマスコミによって煽られた国民はお米を買いに走って、その時だけ慌てて備蓄とかをねしようと思ってあっちこっち買いに行ったみたいです。さらにはタイ米とかブレンド米みたいなのも出てきてね、そんな妙なお米、こんなものが日本に入ってきて、これから日本のお米大丈夫かなっていうふうに言われたみたいなんですよ。でも半年1年も経てば、そんな平成の米騒動も忘れられて、また米が余っていって米の価格は大下落するわけですよ。当然輸入米とかブレンド米なんてのはなりを潜めて、ああ、あの時貴重なブレンド米を食べておけばよかったなと思う人もいるぐらいですね。そんな感じでね、当時のこち亀、つまりりょうさんっていうね漫画があるんですけども、その漫画の中でも米騒動の最中に秋元治さんはね、同じように漫画で書いてるんですよ。こんな米騒動なんてマスコミが煽っただけで、それに煽られる国民が悪いの。ブレンド米なんてすぐに忘れられて、ああ、あの時ブレンド米を食べた、そんな貴重な体験をしていけばよかったなみたいなね、そんなことをね、りょうさんに言わしてるんですよ。まあ正確に一語一句こういうふうに言ったかどうかはちょっと覚えてないんですけども、当時まさに毎週読んでいた週刊少年ジャンプの中でそんなセリフがあって、私はそうだよねって、焦らなくてもいいよねと思ったわけですよ。実際にスーパーで働いていると、別に弁当の供給にお米は枯れたことがありませんし、また掛け持ちやっていたね、バイト先で食事を出す店舗があったんですけども、その店舗でも米がないってことは全くなかったんですよね。一体どこに米がなくって、どこに米があるのかなと、なんか不思議なバランスを感じたもんです。そして令和の米騒動、今ね、私ね、米の備蓄ってのが100キロぐらいあるんですよ。空いてる部屋の中にそういう風な緊急用の水とかお米とか缶詰とかってのを大量に積んでるんですけども、お米が100キロもあるとね、まあ全然焦らないですね。でも逆にこうも思います。100キロの米どのくらいでなくなるのかなと、1年ぐらいかなってとこなんですよ。だから一生懸命米を100キロ備蓄しておいても、1年ぐらいの食べる量にしかならないのかなと思うんですよね。まあそう考えていくと、少々備蓄したところで本当にね、数日間数週間
生き延びるだけってことになりますので、根本的な供給を改善しなければいけないかなっていうのと、私はね今回思ったのはやっぱり農家に米を買いに行くっていう習慣を取り戻さないとなと思います。もちろんいつもいつも農家にね買いに行くことが距離的にも時間的にも大変だと思いますけども、例えばね私がやってるのはカルガモ農法の農家さんにもう 5,6 年前からね毎年毎年伺って、でお米を買いに行ったりとかね、農法について聞いたり、農家の方との関わりを持ってるわけなんですよ。まあそうなるとね、これは打算的ですけども、農家の方もやっぱり人間ですから、そういうふうに遠くから縁を持ってくれるお客さんに対してやっぱりその業界でしか見えない情報とかも教えてくれますし、どうしてもお米がなくなって制限された時に、あ、いつも来てくれたあの人に売ってあげたいなって記録はね、思いはね残ると思うんですよ。だから私たちは普段から緊急時じゃない時に農家の方との縁を持つこと、そうやって農家を支えておくっていう姿勢が大事なんじゃないかなと思います。ピンチの時にだけにね、農家に対して米ないんですかって言っても、やっぱりそれはねおかしな話ですよ。岸田総理も言われてましたけども、普段米の減点政策をやっといてね、こういう時に米の生産量をなんとかするように国民目線でやってくださいみたいなことを農水省にね、なんか指示出してましたけども、お前が米を足らなくしたんだろうかみたいな感じです。はい。で、総じてですね、マスコミの情報に踊らされる前に自分で足りなかった準備は何だったのかなってことを考える冷静さが私たちには必要なんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ今回は令和の米騒動についてちょっとお話してみましたけども、皆さんどのようにお感じになったでしょうか。それでは。